新長田駅。新長田駅は、兵庫県神戸市長田区にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、神戸市営地下鉄の駅である。JR 西日本の駅番号は、JRA65、神戸市営地下鉄の駅番号は、精神。山手線が s 0九、海岸線が K 10、K10。 神戸市の西部福都心を形成する新長田地区に位置するターミナル駅である。JR 西日本の駅には山陽本線が乗り入れており、JR 神戸線の路線愛称区間やアーバンネットワークに属している。また、特定特市内制度における神戸市内にも含まれており、三宮駅、元町駅、神戸駅と同様に山陽新幹線新神戸駅との連絡扱いを 行っている。神戸市営地下鉄の駅には、精神山手線と東駅を終点とする海岸線が乗り入れている。なお、精神山手線は営業上の故障で、正式には東駅より、長田方が山手線、板宿方が平田にまで精神線であるため、両線の境界にもなっており、厳密には三路線が乗り入れる。JR 西日本の駅は、 愛古家、地下鉄の駅は、ピタパとするっと関西太陽カードの利用エリアに属している。現在は、長田区内で最も多い乗降客数を誇る、中心駅であるが、旧来の長田地区には位置しておらず、駒ヶ林地区との間、駒川林寄りの位置となる。路線は、それぞれの村からも遠く離れていたため、明治時代には、田園風景が広がっており、山陽鉄道によって、 現在の山陽本線が付設されるも駅は設置されなかった。周辺地域の市街化とともに高架化、五線化された山陽本線であるが、兵庫駅出発後、電車線と列車線が方向別複々線から立体的に入れ替わり線路、別複々線となる。後にこの立体交差の西側の用地で、電車線のみに設置された駅が当駅である。当駅は神戸市営地下鉄の精神。 山手線で東隣の長田駅やその近隣にある阪神神戸高速線の高速長田駅よりも先に開業したが所在地名に新を冠した駅名となっている。これはすでに開業済みであった多路線の長田駅との重複を避けることが主な目的とされているが長田区内でも旧来の長田地区ではなく駒ヶ林地区に位置しているためでもある。なお、 当駅開業の9年前、1945年まで、長田区は、林田区、駒ヶ林と長田の合成地名と称していた。当駅開業時にはすでに、山陽電鉄長田駅が1910年に、神戸電鉄長田駅が1928年に開業している。山陽電鉄長田駅は、代替駅となる高速長田駅開業により、1968年に廃止となる。 1965年に策定された神戸市総合基本計画では当駅周辺が神戸市の西部副都心として位置づけられ、国鉄、現 JR 西日本新長田駅開業より20、数年後、スマニュータウンと市街地を結ぶ路線として神戸市営地下鉄精神線が開業、市街地側のターミナル駅として神戸市営地下鉄新長田駅が開業、 1977年3月12日午前10時5分に、当駅改札口でテープカットが行われ、式典電車が出発、翌日開業した。続いて、三宮方へ向かう山手線が開業し、交通の要所として機能した。一時期、精神、山手線で運行された快速電車も当駅を停車し、東は三宮、西は妙谷にまでノンストップで運行された。 多くの商店街が存在する当地区周辺は、住所を混在地域として、古くからの密集住宅立ち並ぶ光景が広がっており、国鉄駅北側に設置された地下鉄駅により、北側の道路拡幅などは行われたものの、南側は依然古くからの街並みとなっていた。そのため、1991年、 平成3年3月8日に新長田駅前地区第一種市街地再開発事業が都市計画決定され、駅前広場の設置とともに周辺の整備が行われ始めていた。しかし、整備途中の1995年、平成7年1月17日の阪神、淡路大震災により、JR、地下鉄駅ともに大きな被害を受け、どちらも路線の運行再開後も、 当面の通過措置が行われた。駅舎を一から構築し直すこととなった JR では、五井の池線を挟んで西側に仮設ホーム、改札口を設けていた時期もあった。震災後は、甚大な被害を受けた市街地の復興と防災公園などを中心とした防災拠点の構築、良質な住宅の供給、 地域の活性化や都心拠点にふさわしい都市機能の整備を図るため、新永田駅南地区西復興第二所市街地再開発事業が都市計画決定された。1999年には駅前広場の共用が開始され、2001年には震災前より建設されていた海岸線が当駅を起点に開業。靴の町、長田、高層を等を掲げた。 産業交流や乗り換えの拠点として発展している。二面二線の相対式ホームを持つ、高架駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。直営駅で、神戸駅の非管理駅である。第1回近畿の駅100線に選定された。当駅の標語法を境にして、電車線と列車線が南北に分岐している関係で、当駅は電車線のみに、 ホームが設けられている。改札口は、高取よ寄りの一箇所のみで、南北に出入り口が通じている。出入り口が分岐する付近には、セブンイレブンハートイン、セブン銀行の ATM も、設置オ4銀行の ATM がある。阪神、淡路大震災に被災する前の駅舎には、兵庫方にも、改札口があったほか、駅西側の五井の池線に面する形で、 電車線と列車線の間に改札口があった。現在は駐輪場。当駅には普通のみが停車する。しかし、快速の停車駅である、兵庫駅や西宮駅とほぼ同じ2万人を超える乗車人員を記録していることや、神戸市へ地下鉄の2つの路線と接続していることなどから、快速停車を望む声が出ており、署名運動も行われているが、快速停車は、 現在のところ行われていない。日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。精神、山手線と海岸線の2路線が接続する。鉄人28号前という副駅名がついている。駅周辺参照。両線は改札内の連絡通路でつながっているが、当駅では一旦乗車してきた路線の改札を出場し、 もう一方の路線の改札から再入場する方法、いわゆるラッチ外接続も選択することができる。この方法で乗り換える場合は、再入場までの時間制限、90分以内が設けられているほか、普通券と回数券では、乗り継ぎ専用の生産機で一時出場の処理が必要となる。精神、山手線の改札外に、神戸市交通局の定期券売り場が設置されている。 地下1階に、コンコースと改札、地下2階に一面2線の島式ホームがある、地下駅。海岸線への連絡通路は、ホームの西端から伸びている。駅イメージテーマは、鳩で、それに合わせて、開業時に100杯以上のアルミ箔でできた鳩が、飛び交うように、ホームの壁面に設置された。ホーム壁のほか、新長田地下鉄ビルの壁面やホームのベンチなど、 至るところに鳩を模したデザインが施されている。過去には鳩の泉と呼ばれる泉もあった。当初は終着駅であったに妙だに方に加え、三宮方でも異常時に備え、当駅で折り返しができるように渡り線が設けられている。通常のダイヤでは折り返しの設定はないが、1995年の阪神・淡路大震災直後の仮復旧時などで活用された。 ことがある。運転関係上、列車の出発時には、発車予告ブザーが明動する。地下1階に、コンコースと改札、地下2階に一面2線の島式ホームがある、東端式地下駅。当駅のイメージテーマは、活力ある街の再生。JR や精神、山手線の駅とは直行する形で、各駅の南側、 指導後位の池線の地下に当たる位置に設置された。改札内、外どちらも並行して、精神、山手線ホーム、改札口と接続するほか、商業施設のジョイプラザ、新長田駅前ビル、ピフレ新長田とも地下通路で連絡する。また、大橋地下道、明日国塚を経由することで、駒ヶ林駅まで地下通路で歩くことが可能。プラットホーム壁には、 薄いブルーの地に黄色の波を施し、海岸線の始発駅であることと、これから再生していこうとする街がうちに秘めたうねる、エネルギーを表現。また、コンコースは明るく、見通しが良く、変化に富む空間になるよう明るい色の仕上げ材を多用し、周辺の商業地の持つ華やかさを表現。一方で、 改札外コンコースの通路と JR 駅前広場へ向かうスロープの間の壁の一部には最高を兼ねた小さなショーケースを配し展示を行えるようなスペースを設けた。夜間大白の設定がある。コンコースでは1日4回鉄人28号のテーマソングが流れている。データで見る JR 西日本によると2017年。 平成29年度の1日あたりの乗車人員は22,021人であり、JR 西日本の駅で第49位である。神戸市統計所、神戸市企画調整局総合計画課、編及び、兵庫県統計所によると、1日あたり、乗車人員は以下の通りである。神戸市統計所、神戸市企画調整局総合計画課、編及び、 兵庫県統計省によると年間乗車人数は以下の通りである。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では駅施設をはじめ壊滅的な被害を受けた。震災以降、当駅を含む周辺地域は神戸市の再開発重点地区に指定され、特に当駅よりも南側の地区で都市再開発事業が進んだ。 その結果、商業施設やホテル、住宅を併設した高層ビル街が形成された。所在地の長田区は焼き物、粉物料理の街としても有名で、当駅近くにある飲食店が発祥とされる、そば飯をはじめとした多様な飲食店が充実している。また、長田区は漫画家、横山光輝の記事であることから、2007年には、 神戸鉄人プロジェクトと称した町おこしのプロジェクトが立ち上げられ、当駅の西側にある若松公園に横山の代表作、鉄人8号の実寸大モニュメント、全高18メートル、ただし実際の高さは15メートルが設置されたり、様々なイベントを開催したりして PR を推し進めている。すべて神戸市交通局により運行されている。新長田駅前には、 バスロータリーが整備されていないため、指導越えの池線を挟んで5つのバス停が設置されている。なお、神戸市都市局により、新長田駅前再整備に伴うバスロータリーの整備が計画れている。また、折り返し設備がないため、全路線が運用上の奇襲点が同じ循環路線となっている。ただし、95.96系統では松原、 営業所からの出庫便が存在する。過去には、急行急系統の山手経由産業貿易センター駅や115、系統のカルモ、プール行きが運行されていたが、地下鉄の開業や、震災の影響、路線再編などにより廃止された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。